金丸三郎2月8日から2007年8月15日は日本の官僚、政治家、自治事務次官、鹿児島県知事、自由民主党参議院議員、総務庁長,長官、参議院協会会長、財団法人、井上育英会顧問を務めた。議会は13未、君党は君一等随法省、学位は法学士、称号は 特定非営利活動法人日本居合同連盟名誉藩士。鹿児島県出身。鹿児島県立第一鹿児島中学校、第七高等学校増資官を経て、東京帝国大学法学部卒業後の1938年、内務省入省。上官官房長、税務局長、鹿児島県副知事を経て、自治事務次官。1967年4月から、 鹿児島県知事、1977年3月に鎌田要に交代するまで連続3期鹿児島県知事の任にあった。1973年に始まった鹿児島県での白黒論争では黒豚を残す決断をしている。その後、国政に場を変え1977年、鹿児島地方区から参院選に初当選。1989年に引退するまで、 当選2回、1988年12月27日から1989年6月3日まで、竹下改造内閣の総務長長官を務めた、2007年8月15日、老衰のため死去、去年93歳、のぶ13位、1989年君一等髄法賞受賞、ありがとうございます。